政治家に一流はいらない。10年前から見抜いていたほうが、えー、だろう。政治家は優秀な人間より丸々な人っていうやつなんですけど、これはもう僕の基本的な論の一つですよね。教師とか政治家に優秀な人間は必要ないっていうのは、どういう意味かっていうと、もうこれ、これ僕言ったんですけども、そういう人間を優秀な人間しか務められない仕組みっていうのは、ろくな仕組みじゃないと。 つまり、ごく普通の平均的な偏差値の人で、人格的にもいい人でも悪い人でもない、もうごく普通の当たり前の普通の人が、ちゃんと先生という職業に就職したら、数年間の訓練なりですね、まあ、現場での実習というのを終えると、あの、一人前の先生となって、授業が成立するのが、これがまともなシステムなんです。 でまともじゃないシステムっていうのは、とんでもない人格者とか、とんでもない能力がある人が尊敬されるべき先生で、そうじゃない先生っていうのは全員ダメな先生。ですね。とんでもない異業な仕遂げた、とんでもない精錬潔白な人物が偉大な政治家で、それ以外の政治家クズみたいな政治家。で、とんでもないなんか知識を持っていて、で、とんでもなく公平な意見で、誰のなんかこう誰もエコ兵きしないで、誰にも買収されないような、 マスコミ人ですね。それは評論家でもいいですし、アナウンサーでもいいですし、政前評論家でもいいんですよ。そういうふうな人たちがまともな、あの、マスコミ人であって、それ以外はクズのマスコミ人って。こんなね、システムダメに決まってんじゃないですか。いや、そはそういうふうに考えるのはいいかもわかりませんけど、そんな理想主義はシステムを否定してますよ。 だから民主主義っていうのはシステムでできてるんだからシステム肯定するんだったらば平凡な人間でも運用できる仕組みの方がいいと。まあ、つまり道路交通法みたいなもんですね。もし道路交通法を運転技術がすごく <laughs> 優れていて動体視力も優れてる人のみが 運転ちゃんとできる仕組みで、それ以外の人間はなんかクズみたいなというふうに定義したらさ、交通事故が起こりまくるじゃないですか。もしくは、あの、なんだろうな、ど、道路規制が厳しくなりすぎるか、どっちかなんですね。中要であるために、つまり社会的にまともに運用するためにはですね、 優秀でもなければダメでもない普通の大多数の人間がやってちゃんと動くシステムないとダメと思っているので、まあ、僕は政治家は優秀な人間である必要はないし教師も優秀な人間である必要はないというふうに言ってるんですけどもですねなか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  <laughs> 伝わらないなと思います岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく